まるでシリーズめちゃくちゃ美味しいですよね。ダイエッターにはありがたい砂糖です。あ、これ昨日食べたの。あれ、ピント映ってる。昨日食べたの。雨だ。マジ沖縄天気気分や。今日海行きたかったね。あ、ちなみに今日の一食目はこういった感じで、もも肉とブロッコリーと、まあ、ナスと米と、いつもは胸肉なんですけど今日はたまたまもも肉食べました。やべえ、どうしようマジで。でもね、今日自然を楽しみたい気分だったのね俺。コンビニ行くまでに天気悪くなって最悪じゃないですかマジ。最悪っすよね。最悪。まあなんかね、通り雨っぽいけどなんかまた雨降りそうな感じ。まあとりあえず海向かってみますか。めっちゃ晴れたな。さっきの雨は何だったんだ。最高。いいぞ。マジでなんかわかる、この静けさ。めちゃくちゃ良くない。マジでテンション上がるわ。ここの草の中を行きます。行っていき、行きますか。そろそろね、体を日焼けしたいなと思ってたんですよ。顔は日焼けしたくないんですけど。おお、めっちゃ綺麗。 I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this unlove, cause I'm a prisoner.最高。本当にね、俺ゆっくりするのが好きで、こういった感じで。あー、鳥の音いいね。いいよ、もっと鳴いて。まあ俺読書はしないんだけど、まあ、チルするときは、まあ、音楽をゆっくり聴いて寝そべって黙祷する。黙祷？目をつぶる。目をつぶってゆっくりするっていうのが自分好きです。綺麗だわ。やばいわ。マジでね、沖縄本当に筋肉にいいと思います。マイク届いてるか分からんけど、声届いてるか分からんけど、ほらあっち跳ねてる。はい。ストレスを抱えるけどもストレス解消しやすいよね。こんな自然がある、近くに自然があるって、マジで自然のマリファナ。多分ね、筋肉にめちゃくちゃいいと思う。
今メインやってるんだけど、ちょっと休憩がてらに事務紹介やりますか。こっちがスミスマシン懸垂で、あっちに有酸素マシンがずらりと見える。で、まあ結構充実してる。あっちにローローもあるし、これローローもあるし、またベンチ台もあるし、でこういった感じでダンベルで、ここには大きい鏡があって、ザ一人だけのスペースでダンベルフライとかショルダープレスとかダンベルでできます。こういった感じです。しかも今貸し切り状態、一人で貸し切り状態。どんどん追い込んでいきましょう。感じでコンディションも最高です。てかさ、俺一人だからマスクいらなくない？マジ熱中症には気をつけてください。熱中症は予防できるので、たくさんね水飲んで、筋肉にね水を送り込んで、筋肉は貯蔵庫だから、熱中症にならないためには筋肉をつけて水をたくさん飲む、で筋肉に水を溜め込む貯蔵庫、はい、そしたら熱中症になりにくいので、脱水症状にならないので、しっかり筋肉つけてあげることは大事です。健康面でも筋肉は必要になってくるから、ぜひね、皆さんもトレーニングしてほしいなと思います、はい、でこういった感じで今のコンディションはマジで最高です。もうこれぐらい絞れてたら、まあ、だいぶ自分の達成ラインに近いかもしれないです。これを1年中キープする感じで、まあ、ちょっと食べたりもするけど、まあ、それを大体ノルマとして、このコンディションをね保っていきたいなと思います。これが多分一般受けっていうか、まあ、みんながかっこいいっていう体だと思うので、知らんけど、まあ、人それぞれ、まあ、目指すものがあります、はい、なので自分のペースで頑張っていってほしいなと思います。まあ、入り出し雨降ったんですけど、どうなるかなと思ったんですが、海行けてよかった、マジで。うわー、風が気持ちいい。はい、でめちゃくちゃ海行ってリフレッシュできました。